で後半は何あんのよ。はい、後半なんですけども、あのトークの後編でございます。 ありがとうございます。はい、ちょっと俺さ聞きたいことあったんやけどさ。あ、何？あの口引きる最近は何、どういうのが人気なの？昔はもうゲーム実況しかなかったぐらいじゃん、ネットって。ああ、そうだね。今はちょっと聞きたいの、逆にヒゲ親父どういうのがこう浮かんできたのか。まあ、俺も全部を把握しきれていないのが正直ところなんだけど、やっぱりその分母が多いのはゲーム実況よりも実写。そうか、うん、なんかやってみたとかいうやつかな。そうそうそう、やっぱゲーム実況ってね、やっぱゲームのこともある程度分かってないといけないから、年齢層ちょっと高めにならなきゃいけないし。そうか、まあ、マイクラとかだったらね、子供とかも分かるけ ど, ダクソウルはやっぱり、はいはいはい、学生さんぐらいが一番ズドンと分かる。じゃあ何々してみたというか、うん、実験系とかとか。あ、でいいやん、玉転がしてみたで。だからダメなの？バーンでしょ、バーンでしょ。俺の音声だけでやったらいいやん。おーおーとか言ってんの。なんで動画サイズで音声だけ聞かなきゃいけないんだよ。ここから音声の楽しみください。ここから音声って。山本慎也監督のトゥナイト2みたいなね。ただ古いわ。まあ結構でもあれだよね、やっぱテレビがさ、どうしても今コンプラですごい、まあ、あ、だ、大変じゃない。それも話したかったんやって。その何、テレビコンプラで厳しいのに、うん、ネットもやっぱコンプラ厳しくない？厳しい、マジですごい厳しくない？正直言うと、うん、まあ、ちゃんとやろうとするとやっぱ厳しくなっちゃう。だってテレビと同じものを、うん、その厳しさで言うと求められるじゃん、うん、で、かつ、うん、テレビっぽいのは嫌がられる傾向にない？あ、ちょっと変わってきた。それが変わってきた。少し変わってきた、やっぱり、うん、やっぱテレビ的な、逆にね、今の若い子ってテレビ見ないじゃん。あ、だからだからテレビっぽいが分かんないのよ。ああ、なるほどね、うん、だテレビみたいに見やすくしてあるのは好きなわけ。そう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 。じゃあやっぱ編集とかは皆さん凝ってるのか。やっぱ編集はね、腕上がってるね、みんな。あのさ、もうどことは言わんよ、これ僕の感想やからいいと思うけど、うん、子供さん向けのおもちゃを紹介されるチャンネルのをめいっ子と見てたのよ。はいはい、すごい、あのご家族でやられてるやつ、うんうん、男の子と女の子とお父さんとお母さん出てくるやつがあって、うんうん、で昔からそのめいっ子が好きで、何年も前から、うん、見てたんやけど、昔なんかトリッパの感じあったのね、うん、昨日実家帰って、うん、めいっ子見てたら、何このテレビみたいな編集、テロップ出たりなんとかバーンとか、なんとかワン、ツー、スリーベンベーなんとかみたいな、ピロピロって右上になんとかなんとかチャンネル涙ピュッピュッみたいな、すげえ編集だ。おら、びっくりしたぞって思ってさ。そうね、すごいびっくり。やっぱね、あのすごかったな。あと、うん、これ褒めるやん、お父さんが幼稚園児の格好をして、うん、一生懸命やった。あー、なるほどね。どこにお菓子がいるのかな、おい、ここかな、俺ないぞとかやって、すごいすごい、ね、すごい、ほんと褒めるけど、すごい。あれ、ちびっこ見て、うちのめっこ食い入るに見てたもん。そうだよね、いいおっさんの幼稚園姿をさ。いや、もうキャッキャッキャでしょ。キャッキャやった、すごかったわ。あれ結局やっぱね、あの YouTube で誰でも始めるじゃん。あー、すごい、うん、びっくりした。そうなってくるとやっぱクオリティの差が必要になってくるんだよね。そう、面白かった、見てて。うん、お父さんでもすね毛がすごくて、俺そこばっか見てもらった。大人はそこ見てください。そうそうそう、すね毛はちょっと剃ってほしいなと思いながら。でもすごい出来よかった、子供番組みたいだった。そうね、子供番組は特に、あの子供って飽きっぽいから、もうちょっとでもちょっとやっぱり見どころ作っていかないとすぐ飽きちゃうから。すごいね、子供に見てた、うん、うちの子供の下の子さ、まあ、俺の子じゃないけど、うん、この兄ちゃんの子供やけどさ、はいはい、すごいよ。何を？ YouTube 大好きでずっと見るの、うんうん、でもあの広告、あのクリックして飛ばせるのあるじゃん、右下に、うんうんうん、あれ自分でクリックできへんから、うん、あのやってくださいって言ってやってください。で俺らがはいはいってやんのね、うん、でもこの前にあるね、技をね、思いついたみたいで。どういうこと？大人が周りにないとできへんやん、うん、だから俺めったに会わないから、そのね、姪っ子に会ったら、うん、すごいお兄ちゃん大好き大好き、もうお兄ちゃんのこと好きだからずっと私の近くにいてっていう。で俺も気持ちいいやん、気分いいやん、そうやって。まあね、で分かった、近くにおるわって言ったら、あいつどうやらその広告を俺にクリックさせるためだけにそのことを言うのよ。すごくない？あいつ。そうなので俺ずっとってトイレも行けんと、で押してって言われて、こうやってピッて押してずっと。俺ちょっとなんか行こうと思って行かないでって引っ張られる。ああ、お兄ちゃん好きって。あれはね、将来悪い女になるよ。いやいや、有望有望、悪い女になるわ。将来有望、本当にすごいね、悪女ですわあれは。
その男を手玉ん取る玉転がしだ。玉転がし。ギフテンだった。いやすげえ点が。あの子はすごいなと思ったもん。いやすごいな。でもそれぐらいやっぱ子供が夢中で見るよね。本当すごいわ。うんでちょうど2日3日ぐらい前だけど YouTube プレミアっていうの感じがあってさあそうそう始まったら有料 で、ね、でその代わり広告一切流れないんだけど月なんか1000円か1500円かって、ね、今あの無料で入れるから試しに入ったんだけどさやべえよ広告やっぱ流れない楽そうねついついまあ楽だよねほらドグマさんなんてさもう狂ったように入れてるじゃん広告あのさ何ちょっと聞いてこれほんと声を大にして言っていい何、うん、狂ったように入れてるように見えるんだけど、うん、それは、うん、あ4時間動画が4時間5時間あるからシークバーのオレンジがたくさんあるように見えるだけであって、うんはいはいはい、僕は明確に10分に1回しか入れてませんからそんなに皆さんと変わらないそれをいっぱい入っとる気が狂っとるなんや主戦度やって言われるやん誰が主戦度やねん他のあんたの好きな YouTuber って10分に行くに行くでしょ何言っとんだお前そうだね、 そうだねしかも俺なんかあれだもんあのなんかバッチっていうの下に出るやつ、はいはい、あれとかも入れてるから、うん、その10分に1回必ずカットインが入るわけじゃないのよあなるほどね下にポッと下に出るやつもあるし、うん、あと必ず30秒のやつはや入れてないから、うんうんうん、あの飛ばせるやつに必ずしてあるからそれあのに遠いなんか、うん、金ばっか稼ぐとか黄色いもんだってバーシークバーがまあね、うん、この前あの間違えて9時間半やっちゃったけどすごかったよもうほぼ黄色だったもんシークバーがふーってみんなでも見てくれますからねそう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 でもだんだん YouTube もこうあれね、うん、変わってきますねまあなんかやっぱり、ね、いろんな需要を満たそうとはしてるねって思った、ね、もちろんだから別に払わなきゃいいだけ でしかも俺払ってみようかなうんまあ、正直なんかそのミュージックとかはあんまり俺も使いはするけどそこまで YouTube ミュージックねそうそうそれも内包されてのあの金額だから、うん、いい金額だなとは思うけどじゃあもうドグナマドグマチャンネル見る人なんかも絶対入った方がいいあれ便利便利ねえ、うん、広告流れんくなるからそうその際は広告料が何の話そのはいプレミアム入った際は僕のとこに広告入ってこへんから入るの入るみんなね、Google さんの YouTube 素晴らしいですよこの新しいサービス広告がね流れない見やすいですからわずか月1550円かなそれ払うだけでねこの快適に見れますからほら皆さん払いましょうただみたいなもんですからねぜひとも皆さんね YouTube プレミア入って一緒に楽しんでいきましょうね流れるように本当に素晴らしい、ね、あでも本当いいね入ろうかなだからやっぱね煩わしさは減るねあれはあとあの、はい、ダウンロードできるねえだからあの動画、まあ、それをドグマ俺の8時間の動画をあれはあれはやばいな俺何ギガになるやろうねでもできるわけでしょちょっと試しにちょっとドグマさんの動画探してみるわやってみるな何長いやつあるこの前やった1人24時間のパート3か4は8時間ぐらいやってるよ俺1人24時間でいけるかもドグマチャンネル登録してくれないのえしてるしてるしてるあじゃあ動画をそのままいこうかなと思ったんだけどうん、そうそうそれ多分いけるじゃないみんなドグ生オフライン再生、はい、オフライン再生して いかんってことは言いづらいけど、ね、できたらそうじゃない方が僕は嬉しいかなYouTube 上で再生してほしいあのみんな分かってるよねドグマさんドグマさんオフライン再生の収益ってこれは皆さんダウンロード推奨バンバンダウンロードしてくださいハードディスクに負担かけていきましょうね皆さんね皆さんねもう10テラのねハードディスクを買いましょうねすぐにダウンロードだねで8時間でこれオフラインあるじゃん、はあはあはあ、ノスペラトだよね、はい、そうです20時間さパート3スペシャル3、はい、オフライン押します押しましたはい、めっちゃかかるんじゃないのこれ無理だな Wi-Fi 環境でも1ミリもメーターがずれだって8時間 720p でやってるもん俺うわーそれはハーフ HD だけど俺の入るのかなそもそもスマホにいやスマホ入んないでしょ入んねえ気がすんなしまったこうスマホで見るのの時代なのに俺ほんと時代に逆行してんねそうねいや8時間スマホってまず電池持たないわ俺のファンの人だからスマホで見てる人ほんとにあの携帯もう1台買いましたってみんな言ってる iPad 買いました iPad 買いました確かに買いましたとかさ正しい Android 買いましたっつって、うん、めっちゃ1台では見れないんで2台で見てますっつってねへえでもあれやな本当にスマホが壊れるウイルスみたいって言われたクリックしたら永遠にダウンロードが終わる
何がウイルスやねん、そんなことあらへんちゅう、ね、うわでもすげえね。そうそう、あーでもどっかにねえかな。えダウンロードして再生したのもなるんや。なる。だからローカルでだ Wi-Fi でバーッと落としといて、移動中とかはもうトンネル入ろうが何しようがもう 3G の回線の待機がとかっていうのが全部なくなるから、うわ俺全部ダウンロードして何ギガになりましたっていうの言ってみようかな。ちょっと見てみたい ね、 ね、2億ギガになったらどうしようかな入らんわエラーが出るわ。エラーが出ますか、うん、すごいな。じゃあちょっと話戻るけど、じゃ あ、 あ、はいはい、実写系 やろうかな。やっぱ実写はやっぱり万人受けするから、名前出していいかな、まあ、名前なっけならいいと思うけどさ、褒める、うん、褒める褒める、水溜りボンドくん、あ一緒に、ね、コラボをさせてもらって1000円自販機、うん、最近ちょっと見たらよ、うん、ヤフーニュース、うん、世にも奇妙な物語に出るんでしょ。見た見た、俺も見た。あもう出たよ。でしょ、うん、正直言っていい、うん、悔しいすごいすごいよ、感服しちゃう、うん、あとねすごい、なんなの最近のこのさ、ね、君らも仕事するやろ、すごいぞ、まあまあ、あいつらすごいよ。いや知ってる知ってる。とんでも今日別に俺が来たらなんかいいとも悪いともしん顔してさ、これスタッフの浮かん顔は早終わらんかなみたいな顔してスタッフを上げる、演者の気持ちを上げるのもスタッフやから。そうだぞ、もっと笑ったり笑顔になるとあかんの分かったもうあれだ、これからドクマさん食うたびにシフト表バツだよ本当にあの人嫌いっつって、あの人嫌いだ、本当にすごい、もう悔しいっていう意味で ね、まあ、ね立派というか俺が言うのも失礼やけど、いやあの本当すごいと思う。この前そのなんかユーブさんの集いのユーフェスっていうイベントがあったんだけど、あの幕合いにトークだけで10分以上繋いでるのよ、あの2人だけバーって出てきて。ああそうなんや。転換のタイミングとかでどうも水溜りボンドですって言って、おしゃべりもできるもんね。うわーってしゃべる、すごい面白かった、そのしゃべりが。なんかコントもやられてて俺見たもん。そうそう、学生時代からそのねコントやっててっていうのがあるから、やっぱすごいと思うよ、そういうつなぎができるっていうのはね、うん、なかなかできるもんじゃないですからね、うん、びっくりしました。トーク力がすげー上がってました。絶対そうや、俺なんかちっと曲がらへん、どんどん毎年ダメになっていくもん。どうしよう、どうすっかね。小林幸子には怒られるし、もう呼び捨てかよお前、幸子さんには怒られるし、そうね、うん、大財事大変よ。まあでも40は逆にだから、そこはあと経験がもの言うんじゃないの。だってこの前さ、うん、よく言う話だけどさ、うん、まあ、一応ニコラジパークって全国でやる FM のラジオ よ、 そうよ、で小林幸子と一緒にやるっつってさ、うん、俺坂道っていうとこをさ板道って言うてもうてさなんでそれを板道って呼ぶのよ。組織を組み折りって言うんやで俺もう恥ずかしい言うてさ。恥ずかしいとこの話じゃないわ。あの人も歯みたいな顔するでしょ。するわ、何よ何よ板道って、板道って、あだだだって北関東北関東、いや北関東って言った言った言ったよしとな北関東北関東を言うね、もうほんとだから、なんかさ、うん、なんやろう、仕事はできるようになってると思うけど、うん、このなんか本当の意味でなんやろうな、こうなんか落ち着いちゃってるよね最近は。まあドグマさんは確かに落ち着いてきたとは思う。まあ落ち着いたからこそこういう仕事はいただけてるとは思うよ。そうそう、昔のドグマさんは正直公式の案件は振りにくかった。まあそうね、はい、だってさ、もうあんまりちょっと下ネタで先にね恐縮って言っとくね、はい、ある可愛い子とニコニコ町会議で温泉がね、はい、あの有名なとこやったのよ、はい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 、である可愛い子が、うん、あまあ、温泉入ってて、はい、でまあ仕込みで僕が先に温泉の中入ってて、うん、ザバッと出てくると、うん、あ、はいはいはい、で一言言ってで終わるみたいな、それ短い中継があったのね、うん、で綺麗、あ温泉気持ちいいね、はいはい、気持ちいいねって言って俺がザワーって出てきて、まあ、漁師の格好してて、うん、おこんなとこ間違えて出てきちゃった、どこだ、おなんとか温泉です、あそうなんや、うん、おこんなとこに新鮮なアワビがって言ってまた沈んだら、うん、後から偉い人にめっちゃキレられたんです。せやろなあのだって新鮮やったやん、アワビが。俺苦笑いだし今うちのディレクターなんて言ったと思う、その今の下りで笑いもせずなるほどって言ったまああのミャコちゃんですけどねそれは怒られるわあんた、俺もっと悪い女のイメージしてた本当に。なんであのそういうの OK みたいな。そうか、ミャコちゃんこの前、まあ、ミャコちゃんはダメよ。この前他の現場で会ってだいぶもう仲良くなったけど、ね、ああよかったよかった。そうです、懐かしいな。うわでもそういうこといっぱいやってきたもん。でもそんなこと言ったら家のいっぱいあるよ。
な、何が言えないやつ、ああ言えずに言えないやつは怒られたやつなんて、あードグマさんはすごいよ。だって俺もだって少なくとも10は知ってるもんだって。まあ10一番ひどかったのがある番組で、うん、ディレクターの人にいやこうやってやってくれやってくれって、まあ、何かはちょっと伏せるよ、うん、こうやってやってくれって言われてやったの、うん、はいはいはい、やって結果、うん、現場は良かったけどその後で、うん、その一緒に出演した人がめちゃくちゃ怒っちゃって、あああんな失礼なやつがみたいな感じ、ふざけんなって言ったのが、うん、上に吸い上げられて、上の人がもうなんであんなやつ使ったんだみたいな、使ったんだっていうメールリストが全部回ったことあるよ。へえ、それでもう仕事激減ですよ。うわあ、と DM 事件もあったし。DM 事件それは自業自得それあなたが勝手に DM 送って釣られて、自業自得だって別にあんなもんあってもないのに、やってもないのにやったこともされとるやんけ。でも君が行こうと食いついたの事実でしょ。食いついたって冗談半分で食いついたんだもん。冗談半分じゃないじゃんか。三軒茶屋の女とかあるだろいろいろ。三軒茶屋の女、千葉の女や。千葉だった、ごめんごめん。いやだから本当にやっぱりそういうことを得て、やっぱ出過ぎるのは良くないなと思って勉強させてもらって、最近はあのもうそういればです。そういればもう全部抜いて綺麗にした。そうです。昔はね全部牙やったの、はいはいはい、奥歯も牙、うん、今ね前歯も含め全部奥歯。あーなるほど、うん、噛みつけへんだこうこすこすってこするしかできへん草食獣のやつ。そうね、全然噛みつけんくなったから残念です。いやでもまあちょっとだからコメントね、自分のチャンネルに帰ると最近ドグマさん牙が抜けましたねみたいな言われる。でちょっとそれ傷つくわけでしょ。まあでも傷、この人結構へこむからね。へこむよ、ガチでへこむからね。だっていい大人たちさんチャンネルっていうのが、まあ、ニコニコの話であるけど、はいはい、コラボして動画撮って、うん、さあ彼らあの田舎住んどるもんやから田舎行って動画撮って帰ってきて、うん、それが昨日上がっとってさ、うん、第一声コメント何やと思う。いや面白い。うわドグマかよ、もう見ねえわ1個目の流れがそれ。あーもう流れできちゃったね。さあ勘弁してテンション落ちるやん。すごいね、わしゃだって忙しい中栃木まで行っとんねん。違う違う違う、あれなんたらランドでしょ。栃木っていうのは大丈夫らしいから。あそうなの。もうひどくない？すごいね。でもそこまで嫌われてるの。いや一部の人ですけどね。一部の人今ね、一部の人やぞ。ハズキルーペかいな君の。いいやつやなそれ。やめな。ああもう本当にいいやつやん。踏んでも大丈夫なやつやん。聞くか悪いのヒップかいな。いいやつやそれ。ハズキルーペ大好き。大好き大好き。だちょっとあんまりへこむようになったのかな年取ってね。ああそうね。へこむようになった。まあまあまあ。誰かちょっとコラボさせてくれよ。誰がいいの？どういうタイプの人がいいの？仲良く。数字が仲良くできそう。数字が。だって俺もそう欲しい。そんな生々しい提案を受けたあいるいるだ。最近すげえ伸びてる YouTuber がいて、誰誰誰誰誰知ってる、あのフランス在住のね喋るやつなんだけど、あいつ今だってあの今年だよねチャンネル作ったのあいつ。でも今ここのチャンネルに登録者数抜いたから10万人ぐらいおんの。いやまあ 4,5 万ぐらいはでもいいと思うよ。彼の一番のダメなとこは、うん、性格が悪い。性格も悪いし多分その性格の悪さを見に来ているファン層だから、それが来てもいや俺何の得あんのドグマかよ見ねえわ。見ねえよ。ひどいコメントがもううわー来るやろ。そんな多分あれですよ、明日からだから、ね、YouTube ライブ始めたら、うん、第一声がそれですよ。もう来ないで。ドグマさんのチャンネルなのにドグマさんもう見ねえよ。来ないでひろゆき、もう死んで、すぐ死んで4トントラックに引かれても来ないで。さあということでドグマさん、もう限界。もう限界って、え10時じゃないの？違うよ。え、お便りコーナーはないよ。え、ないの？ないよ。ドグちゃんの何でも答えますお便りコーナーはない。ないないない。スカイプ突ないの？どうぞ。40分前にこの番組終わってるはずだからもっと喋りたい。ちょっとまあ懲りずにちょっとまた来てよ来年。なんで来年やねん。いやいやもうだって今年だったら来年だよ。だって全然いいよ、毎週やろうよ毎週いいの？今何人ぐらいが見てんの？200人ぐらい同時視聴。そんなにね、うちね、ごめん、本当多くはないんだ。全然いいよ、100人200人でも嬉しいもんだって。どんぐらいか少ないとか多いとか関係ない。あ、本当に全然そんなん申し訳ないな、本当に300人も見とるやん。300人もいる。ありがとう、すごい、ありがとうございます。300人の暇人たちと暇な話をしてしまった一番暇なの俺だけどね、そしたらまあそうね、うん、じゃあまた呼んで。あ、ぜひぜひこちらこそお願いします。ぜひぜひお願い。もっと喋れたらんな。いやほらちょっとちょっと女の話したかったもんな。
ちょっと古なんか遅い時間帯でやろう。そしたらあ全然いいよ、ね、これ一応全年齢だから。でもさ、うん、あなたも結婚してひろゆきもして。そうだね。なんでしない、だんだんなんでしないのって言って、うん、いないもん生きのいいのが。だから探せばあるすぐって。だって俺だって玉転がせされたいよ。だから転がしてくれるって。私転がすよって言うよ。どういう風に具体的に転がしてくれるはい、じゃあ次したいと思います。さあということで最後のコーナーでございます。お前、はい、すぐそうやな。ちょっと振るとさ汚ね。下ネタはダメだから。自分で楽しそうにさ、はい、私転がすよとかやっとった。私転がすよって汚ね、うん、さあそろそろエンディングの時間でございます。はい、寂しいな、はい、まあ、徳馬さん、はいはい、一応感想聞かせて。いや、あの真面目に喋っていい。うん、最高やね。あ、本当に。いや、こういうのないもん。こういう番組って最近本当になんか、まあ、なかなか個人レベルではあると思うけれども、うん、こう減ってきたし、やっぱ自由に喋ると本人が楽しくないと、うん、そうだね、っていうのはあるんですよ。もちろんその、うん、あのお仕事でやる番組もあるし、そういうのもいいと思うんですけど、本当にやっぱ手弁当で好きでやるっていうのは少ないですから、まあね、こういうのをですね、いろんなゲストの方呼んで続けていっていただきたいなと思いますよ。ありがとうございます。だって有名なゲスト来るわけでしょ、いろいろ。まあ一応まあ T シャツダサい、ありがとう。ありがとうございます。すげえダサい、ね、うん、まあでも川田くん出とったやろ。そうだね、だから結構本当に手弁当で本当に近くから声かけてるような感じにはなってるけど。次回鮭組呼んだらいいんだから。鮭さんか。何何鮭さんか。もう全然品線呼んでもらっても大丈夫ですよ。たまらんねー。だそしたらもうだ MC やってよ。いいよ、うん、お前が何がドグマの部屋になってる。ドグマの丸々部屋にするからだから。でやねん、お前ドグマかさみの丸々部屋で。俺もそうしたしないし。レギュラー番組で金はもらうぞ。何が金もらうぞ。65円ね。俺別に鮭と喋りたくないもん。65円65円たまらんな。知らん人が多いっちゅう。そうでした。失礼しました、はいはい、ということで、まあ、こんだけ面白い男でございます、はい、皆さんチャンネル登録、画面の下に注目です。ぜひお願いします。はい、概要欄すいません、中にドグマ風見リンクってあると思うんですけど、ぜひお願いします。ところ、クリックタップしていただきますと、業界視聴率ばかりよく、はい、格屋番長と言われていますぜひ人気の方来ないわ。皆様の手でよろしくお願いいたします、ね、今なんとですね、はい、渋谷のモディ、モディあるじゃないですか、巨大スクリーンが渋谷に。 あ、はいはい、あそこでなんとですね、私が、うん、ソニーのですねエクスペリアイヤーデュオというのをですね、CM をさせてもらったのが、あ、そうなの。なんとモディでデカデカと流れております。11月いっぱい流れておりますので、渋谷お寄り去りのソイはソイはソイは渋谷にですね行った際にはですね、ぜひ、大画面で見てください。よろしくお願いしま す, します。そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、チャンネル登録よろしくお願いします、はい、来週は、はい、火曜日19時半から芸学という、しょうもないゲーム番組やっております。しょうもなくはないわ、はい、しょうもなくないですけども、いつもやっております。19時半からでございます、はい、そして水曜日が白猫プロジェクト、あ、はい、はい、もうですね、20時からかな、20時から、はい、19時からかな、19時からかもしれない、まあ、ないかな、ないのあるでしょ19時から、はい、コロプラさんのチャンネルであります、はい、あとなんかあったの、なんかある、なんか企画とかあるの。企画はもうしばらく、あ、そう、あ、言っていいのかな、何、あ、言っていいかな、いいか、12月の7、8、9、金土日、金土日、その週に、はい、123が出るでしょ、うん、あのミニが、うんうん、クラシック的な、クラシック的な、あ、はいはいはい、あれの中に入っている超絶有名 RPGを許諾をちゃんといただきまして、マジでぶっ通し放送いたしますので、ぜひお楽しみください。わ、それは楽しみ。そうです。え、もう予約済み？まだ予約ごめんなさいないんですけども、ちょっとあのツイッター等々でお知らせしますので、ですね、はい、よろしくお願いします。俺あれちなみに買いそびれました。失敗しました。あら、品切れ。あら、うん、あれ急いで買わないと。そうそうそう。ちなみにひげおじさんも来ていただくということになっておりますので、よろしくお願いいたします。徳間さん、何？今言ったよ。俺ね、まだ言えない案件がね、その日被ってる。で、ダメじゃあ、ヒゲウェジ来ません。代わりにひろゆきが来るかもしれません。でも、あの、なんとか予定ついたら行きます。どこでやるの？岐阜？オレンジ。岐阜？岐阜じゃないよ。あ、岐阜じゃない方。東京の場所行っちゃいけない。あの、六本木ヒルズの裏側。あ、はい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 。裏側の、あのね、長屋ね。長屋、ダンボールハウス。ダンボールハウスで。筋肉ハウスみたいな。そうそうそう。ヒルズが電気引っ張ってくる。そうそうそう。公衆便所の裏にあるね。そうそうそう。それがお前そんなもんお前窃盗やないか何電気代窃盗しとるとかでくるくるしながら時間当てにしてます
ぜひともよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで改めてですけど、馬鹿さんのチャンネル登録よろしくお願いします。はい、であわよくばなんですけど、うちのチャンネルもぜひ登録の方お願いいたします。今何万、どれぐらいいるの、ヒゲは。今ね、もうすぐ4万いくんじゃなかったっけな。あ、すごい。あ、うちより多いじゃん。え、マジで3万、うちも5000だか6000だかやから。あら、まあでもいい、すいません。なので皆さん、ぜひともおでこまチャンネルをですね、登録して、ひげおやじチャンネルの方は大会の方もよろしく。登録しました、ね、登録しました。あ、そうか、はい、はい、まあ、こんなんだってずるいやん。うちのファンがひげおやじチャンネルを登録するだけやんけ。もうでもまあだから、どくまさんまた出てこの人たちを引き止めるために。きったね、俺の得がないがな。何だその分、なんかひげおやじチャンネルの人いない、一人でもいないかな。ひろゆきですって。ひろゆきです。ひろゆきファンですみたいなのしか来ないよ。本当に本当に来ないよ、きっと。ひげおやじチャンネルのファンの人、じゃあコメント1個でもあったら今日終わるわ。ちょっとしてみて、うん、あ、ネットの技術さん、ありがとうございます。チャンネル登録ありがとうございます。だってコメントないもんな。まあ俺が出るなんか見えへんか。あれ本当ないよ。どうなんだろう。あ、ひろゆきファンです。あった、ありがとうございます。あ、両方とも入ってる、ありがとうございます。さ、里原はやと YouTube チャンネルさん、ありがとうございます。はい、暇人ガレージ、もう登録多すぎて増やしたくないので、うん、やめときます、ね、お冷静。そんなこと言うなよおい、ひげおやじ、うん、お前んとこのファン一人しか見てへんやんけ。うん、おい、291人見てな。290人が俺以外のファンおい、ちょっと。あ、でもネオ緑茶さん、あ、ありがとうございます。はい、正直ひろゆきファン、これ二人いるから、よかったよかった。登録しておきました、ありがとう。 ありがとうございます。よかった、今日出てよかった。チャンネル登録1人増えたわ。大変申し訳ない、大変申し訳ない。いや全然、はい、何言ってるんですか。1人増えるってことは、はい、1万人、10万人、100万人増える可能性があるってことですよ。あ、これからね。まあ嘘ですけど。嘘かよありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということでございまして、はい、一応そしてですね、次回〇〇部屋なんですけれども、はい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 、12月12日を予定しています。もうすでに URL あるのかな。はい、ゲスト誰なの。ゲストのところ今のところはまだ内緒。はい、決まってないんや。うん、見て、はい、ということでございますので、そちらの方もぜひ引き続き見ていただければ。ひろゆき呼んだらいいの。ひろゆきくんはね、ひろゆきが一番ね適任じゃん。まあでも結構やってんのよ。で、 これに呼ぶのは多分、あ、自分のチャンネルもあるもんね。そう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 、そうか。だから丸々部屋にひろゆきくん呼ぶとするとディレクターがかわいそうだと俺は思ってる。そうね、一切クワマンちゃんかわいそうやわ。一切聞かないから、うん、なんか多分5分前に来るよ。あいつだって5分前に来ればいいでしょ。あいつなんて本当舐めてんの、あれ。あの、どんだけドキドキするか、来ないかもしれない、うん、番組がオンタイムで始められないかもしれないっていうのはどれほどディレクターが嫌かっていうの分かってないでしょ、あの人。うん本当に分かってない。だって別に俺いなくてもできるでしょって。で、 できるでしょって、ゲストがあいつってなっとるやないか。なんなら MC あいつってのもあったからね、昔で来ないからね。マジで、ゲストが増してたよ、だってあいつふざけとるな。まあ彼は別にこれに出ることがなりわいではないですから。なりわいじゃないったって約束は守れよ、それは。それはそうだよね。それはそうよ、人として。それはそうだ、確かに。人として約束と時間は守らないとダメです。わ、うん、かった、ひろゆき。今度ドグマ、ドグチューブ出ろよ。うん。ちなみにドグマ、あの、俺ひろゆきに一回聞いたことあるんだけど、あの、遅れたら悪くなるような番組作りをするのは、もともと僕が遅れるっていうのは当たり前のことなんだから、それを予測して作れなかった番組が悪いって言ってた。うわ、出た。あと謝罪って何ですかって言ってた。うわ、いや、もう本当にもう、うん、なんやろう、嫌なやつ、嫌なやつあと、いや、ライオン置くとこごめんねって置くとこ、かればいいのか、そういうふうに、ん、俺も昔そういうタイプやったもんな。ドグマさん昔さ、うん、それ調子、違う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 、もう50分、ごめん、うん、調子乗っとった頃さいや、それだけ聞くわ。じゃ朝、はい、起きるやん、うん、朝起きてネットパッとつけて、うん、ああって言ったことあるの。え、なんで。俺が出る番組の予定の、うん、番組のゲストが俺の代わりに MC しとったああと思って、もう、うわあの漫画の三角×丸をはらばーっていうのがいっぱい出て、もうやらかしたんだ。やらかしたよ。あ、知らなかった。すぐ電話してすいませんって言ったら、うん、まあまあ、そのなんか緩い番組でまだ事なきは得たけど、あ、人の事言えんわ、あれ。そうだね、普段ちゃんと守る人がやらかすと、そのあれを月に20何本出てる時やったから、あれは
しかも朝さなあの8時からの番組で7時入りって言われて、朝8時からの前の日もさ夜中までやってて、うん、あれ良くなかったな。でもひろゆきみたいな風やったらそうやって言えばよかったんや、ね、僕が遅れるっていうの分かってるんだから、そういう番組作りする方が悪いんでしょって、いやそうやって言える人になりたいな。で最後もう一回だけやってみる。何がやつに、まあ、電話してみる。電話してみる。してみる。してみる。最後どうしよう。しょうがない。こんだけラブコールしたらね、出るよな。ちょっと今日の番組の点数を。そうね、うん、でも出ないんちゃう。ああもうさすがに、ああまあ出ないか。出ないかな。ちょっとね、しょうがないね。出れないのかな。あのコメントは書けるけど出れないパターンのやつだ。あれな、嫁とやってんじゃないのもう最悪最低すぎたから切ったわ今既読はつくんだよやっぱり。だから見てるぞだからやめろ悪い笑い方しない。あーちょっと俺昔の俺が戻ってきて嬉しい。あのベジータの感じ、ここに M がついとるベジータの、俺は優しくなる俺が嫌だったんだーバーって観客席に向かって打つ感じ、あー気持ちいいな本当に。残念だな、もっとやりたかったな。ここまでと、はい、ありがとうございました。ということでございます。ということで改めまして本日のゲスト、ドグマ風見さんでした。ありがとうございました。みんなチャンネル登録よろしくお願いします。さあそれでは皆さんまたお会いしましょう。僕みたいなジジイも頑張ってます。バイバーイ。池袋玉コロリンで会おうねバイバーイ。